スティーブン・モリスはイギリス出身のミュージシャン、ジョイ・ディビジョンおよびニューオーダーのドラマーとして知られる。2009年からはバットルーテナントにサポートドラマーとして参加した。1957年10月28日にマクルズ・フィールドにて生まれる。ジョイ・ディビジョンのメンバーでは一番年下である。学生時代はキングススクールというインデペンデントスクールに通っており、 ヤンカー,アーティスの一学年後輩であった。父親の台所建具の仕事の手伝いをしていた19歳の時にワルシャワのドラマー募集の張り紙を見て応募しメンバーの一員となる。スティーブンは最後にバンドに加入したメンバーであった。彼のしばしば機械的とも評される公質的で重みのあるドラミングでスタイラスマガジンズが選ぶ50人の偉大なドラマーの第5位に選出されている。 ニューオーダー結成後に、大々的に取り入れた、エレクトロニックドラムをメジャーな存在にした功績も、大きな要因となっている。ニューオーダー結成後、同バンドのキーボーディストで、ジョイディビジョン時代から彼のガールフレンドであった、ジリアン・ギルバートと結婚、事情を設ける。二人は1990年に、ユニット、ジ・アザー・トゥーを結成し、二枚のアルバムを発表している。現在二人は、 マクルズフィールド郊外のレーノという村で暮らしている。趣味の一つに戦車収集がある。2019年、愛機として所有していたバイオリンを乗車していた電車に置き忘れて紛失する失態を犯した。この時になくしたバイオリンは1709年にバイオリンメーカーのデビッド・テクラー社によって作られた310年もののビンテージ品で日本円にして、 時価3500万円相当の超高級品であった。イギリス鉄道警察挙げての大捜索となったが、習得者が名乗り出たことで無事に手元に戻り、ことなきを得たという。ありがとうございます。